ベリントン選手の交代ですね。あ、ベリントンを下げて、そして、この工藤が入ります。まあ、そうするとこれ、まあ、あのフォーメーションで言いますと、もしかすると工藤選手がボランチの位置に入って、上甲選手が右に出るか。そうですね、まあ、はい、またはバランスはその方がいいと思いますけどもね。まあ、本当は篠田監督最初から彼を使いたいんだと思うんですけど、関係者に聞くとまだその1試合は難しいというその判断のようですけどもね。まあ、本当にこう監督としてもその采配をどういうふうに振るっていくのかっていうのが非常にこう厳しいですよね、アビスパというのはね。そうですよね。はい、まあ、本当は思い切ったことを監督としてはしたいんだと思いますけども、ただ逆に結果も出さなきゃいけないっていうのがありますからね。まあ、当然昇格を狙うチームであるわけですもんね。まあ、監督として一番難しいところでしょうね。さあ、一方ホームの水戸ホーリーホック、もうここまでは完璧な試合運び、3対0と水戸ホーリーホックリードして、まもなく後半です。後半はアビスパ福岡ボールのキックオフになります。センターサークルの中、高橋豊と鈴木純がいます。まあ、とにかく前半3対0というアビスパにとっては、まあ、予期せぬ形で折り返すということになりました。まずは1点を返していきたい、まあ、この田中雄介、あるいは高橋といったところに期待がかかってきます。今後半のキックオフの笛、左から右に攻めるのが白のユニフォームアビスパ福岡、右サイド上古から中央大久保、一方右から左に攻める水戸ホーリーホック、青のユニフォームがボールを奪いました。キムテオンから前線にボールが入ります。高崎、村松にボールを一旦下げます。大和田がゆっくりと上がって前線をめがける。高崎が動き始める。山形が、ここは山形のファールを取ったでしょうか。抗議をしていますが、あの今そのお互い様っていうのがありますけども、はい、まず一番あの重要なポイントは高崎選手だったんですけど、大きかったんですね。ただそれを彼は追っていきましたよね。それがこのファールを生んだと思いますね。はい、まあ、それで前に出ていったためにこう引っ張ってファールを取られた。普通多いのはもうあそこでもう頭を越えちゃったと、はい、プレーをやめる選手が多いんですけども、今は彼は、まあ、笛が鳴るまで、ボールが出て鳴るまでそのプレーを続けてるってことですね。それで得たフリーキック、菊岡そして森村なら左足、この位置ですとどちらに任せるか。ちょっとポジション取り、今レフリーからの注意が与えられます。まあ、後半の立ち上がりですよね。非常に大事なセットプレーになります。ヘディングクリア、ここはコーナーキックになります。まあ、こういったボールがコーナーキックになるのもなんかその勢いを表しているなという。伊藤にとっては今日初めてのコーナーキックですけども、今のフリーキックを狙いがありましたね。はい、前へ釣ってファーにキムテヨ選手がこう回っていきましたけどね。伊藤の方が何かこう、まあ、普段の練習通りこうプレーをしできてるのかなって気がしますね。森村は低いボールこぼれ、鈴木純のクリア、追っていくのは鈴木和弘、失礼、そうですね、鈴木和弘選手ですね。一旦ボールを左サイドに預けます。そして高崎へ、このパスが通ってしまいますよね。高崎がクロス入れる、中西選手が入ってくる、4点目、スーパーゴールですね。遠藤選手ですけどね、パス2本ですよ、ディフェンスから1本、はい、クロスの2本目、まあ、シュートをカウントしないとも素晴らしい4点目ですね。ご覧の通りこの1本、そして高崎が受けて、さらにもう1本、そ
素晴らしいゴールですけど、今ゴール前3人も詰めてるんですね、この速い攻撃で、何かこのゴール前見てるだけでも何か福岡とこの水戸の差が何か出てますよね。4対0とリードが広がります。水戸ホーリーホック失点が止まりません。アビスパ福岡、これはその先ほどまあ最終ラインの問題だけではないという話があったんですけれども、アビスパの最終ラインの問題点というのは何か、もうボールにプレッシャーをかけてないと、今もうその守り方がフォーバックでやってるわけですね。はい、まあ、マンツーマンでやるとまた違うと思いますけど、まあ、篠田監督はフォーバックで対応してるわけですから、はい、もっとやはり、まあ、そのラインコントロールするとかですね。工藤のクロスヘディング、大久保のヘディングでしたが枠を捉えることはできません。大久保選手前半からこの空中戦勝ってますけどもね、完璧に勝ってますが、あれをなんとかこう、枠へ飛ばしてほしいなって気がしますけどもね。ちょっと今お話途中になってしまったんですが、その最終ラインのお話ですが、まあその試合前注目選手の田中選手を挙げましたけども、はい、彼がまあ、もっとラインコントロールをしっかりやらなきゃいけないんですけども、はい、ただ彼がするんではなくてラインを最終的にコントロールするのがサイドバックなんですよね、で真ん中がラインをコントロールするのは、まあ、右の山形、左の、中島選手が最終的な判断をするんですけども、はい、そういうのが、まあ、そのできてないっていうんですかね、できないですね、あまりにもそのボールの失い方がその前でプレッシャーをかけてくれないですからね、はい、弱まってない波が直接来てしまうみたいな、そういったところがあるんでしょうか。森村からここを水戸ホーリーホックにボールをつないでいけるか。中盤ですからよくそのチームを立て直すには、まあ、当然その点の取れる選手がいればまた違うのかも分かりませんけども、はい、まず守備から私は変えていくべきだと思うんですね、変えるというと、まあ、よりこう緻密な守備をするというんですかね、整理をしっかりとするということですね、はい、まあ、ただ、まあ、残り時間がもう40分を切って、その中で1点ずつ返していかなきゃいけない、当然攻撃をしなきゃいけないという部分もありますからね、それが難しいところですね。山形が中に入っていきます。そして田中雄介、田中雄介前を向いて左サイドに開いていく、うまく今いらしましたけども、どうでしょう、残念ながらパスが雑でしたね。その頑張ってはいるんですよね、今の田中選手も相手のプレッシャーをうまく体を張ってマイボールにしてつなごうとしたんだけど、残念ながらその最後のパスが雑なんですよね、はい、一人一人の選手はその 100% とは言いませんけども、それに近いことをやろうとしてるんですけど、それがその点の動きであって線面になってないんですよね。ここも遠藤がボールを取って左に開きます。青木亮は自然に前へ前へ行きますよね。高崎、そして中に走り込んでくる。ここは吉田キャッチをします。西さん、はい、ここでハーフタイムの監督のコメントが入ってきましたのでご紹介します。まずはミドホーリーホック木山監督、自陣で厳しく粘り強く守る、相手の背後にボールを引き出してサイドから攻める、もっと運動量を増やす。続きましてアビスパ福岡篠田監督です。空いたスペースを使おう、動き出しを早くしよう、切り替えを早く、以上3点です。まあ、篠田監督のコメントを聞いてもまずその通りなんですよね。そうなんですよね、ただ、ま、私は今、桧山監督のコメントで、はい、運動量を増やす、はい、相当動いてると思いますけどね、まあ、厳しいっていうんですかね、逆に手応えを感じてるんだと思うんですね、はい、こういう、まあ、厳しいスケジュールの中でこれだけのサッカーをやってる木原監督のその狙いはですね、もっと高いところにありますよね、はい、鈴木純が左へ、まあ、そのこのままでいいわけじゃないぞというその、まず鼓舞するようなそういったあるんでしょうね。鼓舞というよりも今、おそらく自分のチームの力を信じてると思うんですね、まあ、今順位は8位、もっと上のところに行けるだろうという
はい、私は井山監督 の、 そのハーフタイムだけのコメントですので、そういうのを何か感じましたね。西さん、アビスパ右サイドから気候が縦に送る、一人選手倒れています。気候が倒れています。ちょっと右のかかとですかね。今は非常に危険なファウルですよね。私はイエローカード出てもおかしくないファールだと思うんですけどね、はい、いわゆるキックをした後ですから、あの福岡選手はこう守る準備ができないですよね。今立ち上がって、まあ、プレーには戻っていますので大丈夫そうです。さあここはフリーキックのチャンスを得ています。水戸ホーリーホック、まあ、ゴールまで距離はありますが、この位置ですと鈴木和弘がボールを蹴ります。まあ、もう水戸の選手は余裕がありますから、逆に、あの いわゆる練習通りというんですか、パターンを作るべきですね。高崎狙いますが、こぼれている、こぼれている、中央、左足シュート、ブロックをします。福岡のシュートをブロックしました。しかしまだある水戸、左の森村、そこから菊岡、もう一度中に入れた森村、入ってくる、なんとかかき出しました。しかしまだあります。村松、この選手の完全にこう余裕でプレーしてますね。余裕っていうのはその味方も見えるし相手も見えるってことですね。本当にこの辺り余裕を持って、そして動き始めようかというところですが、ここはアビスパーボールを奪います。中央でボールをつないでいきます。山形辰徳から上後の動き出しはどうだ。小澤追いついています。今、まあ、その同じようなそのミスをして、その福岡がマイボールにしましたが、選手交代ですね。はい、フォワード18番高橋選手に変えまして、フォワード21番大山恭平選手入ります。まあ、今日はちょっとこの高橋選手に関しては正直名前を呼べる機会がほとんどありませんでした。ちょっとこう仕事をしろと言っても厳しい、そういった感じですかね。そうですね、まあ、当然監督としてその大久保選手が前半からシュートを打っている、高橋選手はここまでシュートがおそらくゼロだと思うんですけど、そうなると点を取りに行かなきゃいけない、そうなるとまあ自然高橋選手を変えるしかないと思うんですけどね。今大山選手はそのまま高橋選手と同じ位置ですかね。中央、森村から左サイドの小沢を使う、一旦森村に預けて村松、こぼれたボールはキムテヨンから右サイドへ、小崎がシンプルに入れる、高崎がヘディングスリアル、カード出そうです。イエローカードが出ました。高崎累積が 3枚目になります。今のプレーなんですが、まあ、あの間違いなくファウルなんですけども、逆にあのキーパーの吉田選手がもっと膝を上げてこう取りに行かなきゃいけないですね。フォワードはやはりああいうところ飛び込んできますから、はい、それを守る意味でも、あのそういったキャッチの仕方をした方がいいと思いますけどね。高崎にイエローカードが出ています。また水戸ホーリーホックボール、右サイド菊岡から遠藤へのボール、なぎらが対応しています。ちょっとここもプレーが、水戸にとってはまあここまで4対0、私はまあ当然その取れるときは取っとけっていうのはありますけども、大事なのはまたこの試合もゼロに抑えるんだというその気持ちですね。そういうのをあの逆に持った方がいいと思うんですけどね。はい、
縦に送るジョーゴ、合わない。これも大久保選手よくこう、もう大久保選手はもうプレッシャーかけなきゃいけないって分かっててこう行くんですけどもね。さあここはボールを奪います。アビスパ山形から、しかしここもしっかりとディフェンス入ります。組手をなぎらに対して取っていく遠藤、左サイド中島、こう最終ラインのボールの持ち方両者交代賞ですよね。右サイドのジョーゴへつながった。ジョーゴに対してここは工藤がフォローに入る。クロスが入る。ヘディングの競り合いは大山が競り合いましたが、ここはゴールキックに変わります。まあ、ボールを横にこう大きく動かしていくっていう意図はなんか見えることは見えるんですけども、そうですね、はい、今もですね、工藤選手あまりあの中のバランスがどうのこうのじゃなくて、自分のタイムに入れればいいと思うんですね、はい、一つ置いたことによって逆に水戸の方が、あの水戸のディフェンダーがいいポジションを取ってますからね。西さん、はい、水戸ベンチ交代の準備をしています、はい、ミッドフィルダー15番の島田裕樹選手がフォワード11番高崎選手に代わっての投入のようです。高崎に変えて島田ということですが、ここはまだプレーが続いています。鈴木純、村松が絡んでいく。なんとかボールをキープする。中島から一旦下げて、初めてそのワンタッチでボールを動かしてるんですよね、ええ、非常にこうワンタッチパスが少ないですよね。上後大久保が前線で大きな声を出しながら中央に上がっていっているんですが、森村縦に出す。高崎、ここはファウルを取りました。そしてその高崎が交代です。まあ、今日ゴールもありましたが、この高崎選手に関して評価をお願いいたします。いや、もう、今は攻撃の本当に軸になってますよね。今日はゴールは一つですけど、点にほとんど絡んでますからね、はい。ここはもうやることをやってお役御免という感じでしょうか、ね。まあ、当然ですね、前節の、その札幌戦の厳しい試合をやってきて、なおかつ今日もスタートからこう飛ばしてくれて、はい、まあ、監督からすれば今4点差、ここで、まあ、違う選手を使おうということだと思いますね。左サイド田中裕介倒されます。リスタートはここは認められません。ボールをセットし直します。まあ、そうすると、まあ、マッチアップすることも多いであろうというふうにお伝えした田中誠、まあ、そのあたりのバックラインはちょっと今日はやられてしまったという感じかもしれませんが、右サイドにボールが流れていく。山形が追っていく。こういったところもなかなかつながっていきません。西さん、はい、昨日の練習では島田選手フォワードであの紅白点出ていたところもありましたので、もしかするとこのままフォワードで出るかもしれないですね。そうですね、2トップの一角を占めています。小沢から中に菊岡、菊岡が入ってくる。少し下がってボールを受けて、ここはファウルがあったか。ちょっと木山監督が納得のいかない表情ですが、まあ、その判定について、まあ、前半が何とかあってちょっとベンチがイライラしてますけどね、はい、ただ、まあ、その言いたい気持ちは分かりますけど、あまり得なことはないですね、はい。さあ、ここは鈴木純に一旦ボールが入って、縦にシンプルに出していたジョーゴ、落として右足シュート、わーずかに外れた。最後大山の右足でしたが、決定的でしたけどね。決定的でしたが、人数的にも言いましたし、完全に相手を置いていってたんですが、変わって入った大山なんですが、まあ、こういったところを決めきるかっていうところなんですよね。今逆にその今日初めて水戸ホーリーホックの最終ラインが集中を欠きましたね、はい、その判定に対して、まあ、ベンチ含めてちょっとこう意味を巻いてしまって、その今まで集中してたのがちょっと切れてしまいましたね、はい。まあ、前節の札幌戦もちょっとこう、まあ、両チームに言えることだったんですけれども、レフリーの判定にちょっとこうイライラする、そういった場面があった中で、まあ、最後までこうなんとかこう劣勢さ保ってプレーしてましたからね。
やはりそのどれだけ集中して戦えるかどうか、プレーができるかどうかって、これはその個人もそうですし、チームとしてもすごい大事なことですね、はい、バックパスに対して詰めていきます。中盤ルースになったボールはアクスパボールになります。井さん、はい、試合開始から始めますと非常にお客さんの数が増えているんですよね、ええ、今日は前半30分以降になりますとワンコインでこの試合見ることができるということで多くのサポーターの方が駆けつけています。今日はミッドウィークのナイトゲームの開催ということになっていますが、上がっていく、中央抜けてくる森村が一旦中に返して決めてよが左足、あ、ジャストミートしない島田、オフサイドです。木下がオフサイドの位置にいました。あ、そしてちょっと今エキサイトしていますが、なぎらがちょっと今その島田に対して何かしましたか。なぎら選手ちょっとまずいですね。もともとちょっとカードの多さというのが言われている選手ではあるんですが、ここでオフサイドの声が鳴ったんですけどね、今のシーンですね。これはカートは出てませんね。出てないですね、はい、まあ、成田選手は助かりましたね、なんとかこうクリーンな試合をしてもらいたいなというふうにも思うわけですが、ちょっとこう、先ほどの水戸のピンチの前 の、 そのいわゆるファウルからですね、はい、ちょっとそのサッカーじゃない違うところで今その戦ってしまってますから、両チームの選手こう切り替えてほしいですね、はい、大山が左サイド一旦田中裕介に預けてボールを下げます。鈴木純、しかし後ろ向き、なぎら縦に送る、大久保左サイド流れていく、鈴木和彦がついています。そしてボールを下げて、このボールを水戸が奪う。さあ前に行きます。森村ちょっとパスタッチが大きくなりました。鈴木純、あ、抜けてくる、田中裕介シュート。今のなんかも田中選手ちょっといいドリブルでフィニッシュまで行ってるんですけどもね、はい、ちょっと、先ほどのそのファウルを起点にアビスパの方がちょっとこう元気が出てきましたね、点差は4点ありますけれども、このまま決して終わるわけにはいきません。アビスパ福岡、また福岡が、センターサークルのあたりで倒れています。今ここを打たれたんだとかこうアピールしてますけども、そのファールは捉えてないわけですからね、もう切り替えてほしいですね。気持ちは、私もプレーヤーやってますから分かりますけども、はい、ある意味こういったところで選手を落ち着かせるベンチの役割っていうのもあるんですかね。そうですね、ただベンチというよりもやはりそのゲームリーダーですね、はい、その選手はやはり、キャプテンは大和田選手ですけども、逆に4対0でリードしている余裕があるわけですから、はい、もうそういうファールとかそういうのはもう忘れて次に行こうやという感じでやってほしいですね。ここは狙っています菊岡ですが、さあ今度は右サイドに、失礼、ボールを奪いました福岡。ちょっとですね、水戸の方がディフェンスが甘くなってきましたね、4点差ですから、人間ですからね、厳しくやれっていうのはなかなか難しいかも分かりませんけども、そこをなんとか、後半まだ半分ありますからね、はい、67分を経過しています。ちょうど後半の半分を、経過しようというところなんですが、左サイド、ここもアビスパがだいぶこういったところで拾えるようになってきました。そうですね、拾えるというのも水戸の方がやはりミスが多くなってきたんですね、今までその動いてたのが動かなくなってきた、スペースを使ってたのが使えなくなってきてますからね。上後、右サイドが空いている、右サイドには行かない、そこを、アビスパそこを突かなきゃいけないですね、それをついてやはり1点ずつこう積み重ねていくというのが大事なんですけどね。遠藤、
遠藤から左サイド、小澤には合いません。まあ、当然その連戦の疲れというのもホーリーホッピングとあるとは思うんですが、ここでもう一人選手交代あるようですね。岡本が準備しています。アビスパ福岡井さん、はい、ミッドフィールダー8番の鈴木選手に代わっての投入ですね。鈴木に代わって岡本という情報が入りました。まあ、とにかくアビスさん、まず1点返していくところから始めなければいけません。田中誠のロングボール、ヘディングは跳ね返します。大和田、中盤キムテヨン、右へ戸崎、ゆっくりとボールをキープして一旦右に渡します。またキムテヨンに戻ってくる、ツートップの一角島田。森村選手とワンツーをしようと思ったんですけどね、この辺大山から左つながるようになりましたね、はい、田中裕介が勝負を仕掛けるか、一旦預けます。縦に出して抜けようかというところ、ここは水戸がボールを奪います。そしてシンプルに縦、これはオフサイド、遠藤がオフサイドポジションにいました。水戸のは、まあ、中盤前半あまりこう名前が出ませんでしたけども、重要はキムテヨン選手 の, そのボールさばきというのもなかなか巧みなものがありますよね。キムテヨンが潰しに行きますが、左サイドでボールを出します。村松が絡んでいくところ、右サイドに開いている山形辰徳へ中に入れてくる、プレーをします。このボール右足のシュート、大山の右足のシュートでした。なかなかコンパクトないいシュートでしたけどね。そしてここで今選手交代があります。まあ、そのボランチがなかなかこう固定されないという中で、鈴木選手は中盤で今日もまあ気持ちは入っていたとは思うんですけれども、ここで交代ということになりました。代わって入った岡本選手に対しては篠田監督直接ですね、はい、背後を取るようにと指示を送っていました。まあ、もうあとはちょっとこう疲れが見えてきた、ボールの裏をつくのかもしれませんが、大和田がクリアをします。大和田のクリア、まあ、その鈴木純が交代になりましたけども、結局なかなかボランチの問題はまだ解決してない、まあ、ボランチの問題というよりもその、チーム全体 の, やはりその戦い方というんですかね、はい、そういうのをもう一度その見直さなきゃいけないという気がしますけどもね、まあ、先ほど話し出たその共通理解であったりというところでしょうかね。まあ、その当然点を取らなきゃ勝てないんですけども、先ほどもちょっと触れましたけども、やはりいかにまず点を取られないようにするか、はい、私はそちらの方が逆に入りやすいという気がしますけどもね。そしてホーリーホップのベンチの動きがありそうです。ボールが入ってきます。ヘディング、こぼれたところ前を向きたいところですが、島田から遠藤にはいません。2さん、はい、ミッドフィルダー8番の木岡選手からミッドフィルダー16番下田光平選手が入ります。これで交代カード2枚ということになります。ただあの水戸の方はやはり高崎選手が変わってからボールの回り方ちょっと違いますよね、はい、やはり高崎選手がいると高さ、ところの深さ、あと前へ出ていく、そういうのもあってちょっとあの、まあ、当然その島田選手タイプが違いますから、はい、サッカーが変わってもそれは仕方がないですけども、ここはコーナーを取りました。島田、ここで気候下が下がります。島田が入ります。このセットプレーの前に交代をしてきました水戸ホーリーホップ。後半2本目のコーナーキック、左足の森村が蹴ります。さあ大和田にファーサイドにいますが、どう合わせてくるか。
または他の形を取るか。クリアボール、ここはキープをしていきたいアビスパですが、奪います村松。いや、今も伊藤は3人いってますからね。キムテヨンからその村松へ、オフサイドがありました。戻りオフサイドですかね。やっぱりその奪われたら危ないなっていうところにちゃんと人数がかかってるっていうことなんですね。そうですね。ですから、まあ当然選手は頭の中では分かってますけども、はい、実際こういう試合の中でそれが本当にできるかどうかっていうのは大事なところなんですけども、ここまで水戸は、まあ、誰が出てもそういうことがやはりできてますよね。ちょっとボールはこぼれてる。大山右足シュート。先ほどビッグチャンスもありましたけど、まあ、彼はその監督の、まあ、期待に応えるというのは点を取ることかも分かりませんけども、すでにもうシュート3本打ってますよね。まあ、そのシュートへの積極性というのは、そうですよね。もう当然途中から出た選手、自分をアピールしなきゃいけないわけですから、フォワードで入ってきて、自分のそのやれることはしっかりやってるなって気がしますね。はい、ですから個々の選手は本当に一生懸命やってるわけですよね。それをやはりなんとか線にこうつなげてほしいなって気がしますけどもね。キムテヨンから森村浩太、大久保からランディング、いいディフェンスしましたね。さあここはうまくつなげていきたい。上後を経営して右が空いている。その右山形、山形がゆっくりと、あそこをしかこうもっとサポート早くして、そういう時を作ればまた違う展開になると思うんですけどね。ここで水戸のプレスが来ます。いいパスで繋がっていくか。ここはちょっと乱れました。岡本のトラップがちょっと乱れました。75分を経過しています。西さん、はい、村松選手にお話を聞いたんですけれども、一番苦しくなってくる時間帯が75分だなと、そこからの時間帯を本当に頑張りたいという話をしていました。まあ、冒頭お話をしました、うちは走れるチームであるというのがベースなんだというふうに木山監督も話していましたが、まさにその走り切ることができるかというのが試されるこの後の15分ということになります。まあ、その水戸 の、 そのいわゆる走力、運動量というのはそのいわゆるそのただ走るのではなくて、今日こう4対0とリードしてますけども、いわゆる頭を使う、いろんなことを考えながら動いてますよね。まあ、前半もそういうお話をさせていただきましたけども、がむしゃらにこう動いているわけじゃなくてですね、理にかなったそのオフザボールを水戸の選手の方がやってるなって感じがしますね。まあ、迷いなくプレーできている、したがって無駄な走りもなく効率的にしっかりできていると。相手は何をしようか、味方の選手は何を したい、してほしいのかっていうのはよく理解してるなって感じがしますね。そういういわゆる正の動きをするとそんなに疲れないんですよね。はい、逆に動かされるという動きっていうのはもう倍以上疲れますからね。右サイドにボールが出ます。山形、中にシンプルにクロスヘディング、田中裕介のシュート。今もですね、山形選手のクロスに対して4人はボールが行ってるわけですね。ですからあの辺のバランスですよね。今吉田監督が続けることだっておっしゃってますけども、まさしくそうだと思いますね。ああいったクロスが入った時にボックスに何人入っているかというところですね。いわゆる今福岡にとってはその勝負というよりもですね、はい、今失いかけている自信、その策をやはり小沢が行く、倒された。まずは PK ですが、吉田に対してどうなるか。吉田は抗議をしています。これも本当にシンプルな縦一本のパスですよね。まあ、ここは、まあ、ペナルティの判定になりましたけどもね。吉田選手は、まあ、そのドリブルしてきたコースに体を壊したという感じはしましたけどもね。結局
抗議は認めます、まあ、今ちょっと声も聞こえてきましたけれども、ただこれもう気持ち切り替えて PK に備えるしかありません。ゴールキーパー吉田、さあ遠藤決めればこれがハットトリックということになります。ちょっと意識してますね表情ちょっと変わりましたか。先導決めます。これでハットトリック、リトホーリーホック5対0、後半33分、得点を決めています。3点、そして後半に2点、5対0ホーム水戸ホーリーホック、アビスパ福岡を圧倒しています。後半のここまでのその展開も、この両チームの、まあ、好不調を表しているような気がするんですね。ここまで今この水戸が5点目取るまではアビスパが攻勢をかけてたわけですね。そうですね、決定的なところもありましたけども、まあ、残念ながらゴール奪えずで、まあ、簡単に裏を取られて、まあその PK になってしまいましたけども、やはり、まあ、福岡の試合の、その試合展開が多いですけど、やはりチャンスの時に残念ながらゴールを割れないという何か試合が続いているなって感じもしますね。ミッドフィールダー選手交代がありそうです、はい、ミッドフィールダー19番森村選手に代えまして、ミッドフィールダー22番森健一選手が準備しています。これは先にどうでしょうか、交代を先にするのか。交代ですね、はい、はい、森村に代わって森が入ります。さあここはその森がボールを動かして、村松からのゴール、山形、まだボールは浮いています。落としたところ、岡本が落としたボール、最終ラインの鈴木和弘、ここは一旦キーパーの本間に預けます。まあ、80分を経過して5対0というスコアになりました。西さん、はい、入場者数の発表がありました。1489人です。まあ、今日は平日、まあ、ミッドウィーク開催のナイトゲームということで、この笠松運動公園陸上競技場、ご覧のようなサポーターの方が詰めかけております。いや、今日このスタジアムへ足を運んでいただいたそのミッドホールワークのファンの方、まあ、まだ試合は10分ありますけどもね、こういう試合をボラガチもやってくれる、この試合を見た方はいい日に来ましたよね。今日はあのサポーターの方からの、水戸のサポーターからのメッセージで、まあ、今日笠松に友達を連れてくると、はい、水戸サポーターにしたいと、また来ていただけるんじゃないですかね。これだけのゴール賞を見せられましたら、もうなっていただきましょうという感じですが、ただ福岡も、まあ、本当にリードされてますけど、どうでしょう、なんとかやはりその1点ずつ取ってほしいですね。岡本、もう収まらない。ここは大きくクリアをします。まず何かこう一筋の光だけでも見たいですね。そうですね、まあ、残り10分を切って、そのいわゆる今日その好調な選手を使うというのも大事なことですね、はい、今日は高校選手はかなりディフェンスもして疲れてるかも分かりませんけども、はい、今もそうですね、今はその岡本選手の方を狙ってしまいましたけども、やはり高さのあるその軸になる大久保選手を狙って、はい、その大山、岡本選手がサポートするとかですね、そういう何かこう狙いを持ってほしいなって気がしますね。まあ、それも一つの迷いのうちの一つなのかもしれないですよね。いわゆるその勝敗云々じゃなくてですね、点を取るために何をしたらいいのかということですね、はい、やるべきことということですね、はい、であとは先ほど言いましたけども、ストロングポイントですね、はい、確かにその大山選手はシュートを打っているから今日は当たっているわけですよね、点を取ってませんけども際どいところまで行っている、はい、そういう形を作っていくためには
その単純にゴール前ボールを運ぶにはロングボールでも構わないと思うんですよね。プレスが来ます。ジョーゴに対してジョーゴなんとかつないだ。田中裕介前を向く、前を向いて右に流れてくる。なんとかつなげるか。右には山形が開いています。ここは中央を使ってくる。中央上がってきている工藤から後ろ向き、大久保から一旦左へ、中島、中島から、ここはこぼれ球、大久保、大久保足元を収めて右足シュート、浮かしてしまった。最後は岡本のシュート。今は完全に崩しましたよね、ですから、まあ、こういうのを続けることですよね。間違いなく、まあ、水戸ホークの、そのディフェンス陣も疲れてきているのは間違いないですからね、スローインのボール跳ね返していくミトボール。遠藤、あ、ちょっと今接触ありましたが、これはファールはありません。大山が競り合ったボール、ここは大山のファールを取っています。大和田がちょうど左のでしょ、これ、あ、膝かももがちょうど足の付け根ぐらいですかね、まあ、ただあの大和田選手もあの今日は気持ちよくディフェンスをしていると思いますね、はい、というのは、まあ、今日はもうフォワード陣が頑張ってですね、もう後手も取ってくれているわけですね。おそらく彼含めて、はい、キーパーの本間選手も含めてですね、もうそのとにかくあのゼロに抑えようという気持ちになっていると思いますね。まあ、残り5分ぐらいですけども、もう一度こう集中するんですかね、はい、札幌戦に続いて2試合連続完封ができるかどうか。意外とその1点差ぐらいですと緊張して集中して戦えるんですけど、はい、その3点4点、まあ、まして今その5点5対0なわけですね、人間やはりこうホッとする部分というのはありますからね。ただまあそういった中でもゼロに抑えられるのがまた一つの成長になるわけですね。それが大事なところですね、まあ、お互いにこのスコアは開いてはいますが、アビスパにとっては一つの光を見出したい、そして水戸にとってはそのチームとしての成長を見たい、そういった時間帯になっていますが、ちょっと今選手が一人痛んでいます、アビスパ。しかしプレーは続行、田中裕介、足がつったんじゃないですかね。工藤、右サイドに開いている大久保、ここはディフェンス大和田、村松へ、さあ久保は大丈夫、下田からキムテヨン、一旦右へ小崎がゆっくりと、この辺りは特別急ぐ必要は全くありません。水戸ホーリーホック、じっくりとボールを回してそこで奪いに行きます。大山、そして岡本も行く、しかし繋いでいく、しっかりと繋がっています、うん、いい崩しましたね。から遠藤からボールが出て、森がクロスを入れる、前に流れている遠藤、遠藤どうだ、打てるか、右足、今日すでにハットトリックを決めています遠藤なんですが、まあ、しかしあの体勢からシュートまで持ってきました。選手いいクロス入れましたね、このコントロール遠藤選手得意ですね。前半も形は違いますけど、1点目の時もそうですね、はい、浮き球のこう処理が非常に高いですね。本職はあくまでもフォワードです遠藤、今日はそのフォワード起用に見事に応えてハットトリック。村松、田中裕介絡んでいく、またフィルターかかります下田、村松から左サイドにボールが出る、このボール追いついていけるか、いやここはオフサイド、島田が追っていきました。この裏を、まあ、突く水戸の攻撃、まあ、前半も多かったんですけども、はい、これがそのアビスパの最終ラインに割とこういわゆるボディブローっていうんですかね、当然その笛が鳴るまで対応しなきゃいけないですし、オフサイドだろうなと思いながらもついていかなきゃいけないとかですね、難しいところなんですが、岡本が絡んでいく、尾崎倒されました、ここはファールを取っています。
人がしっかりと役割を果たしてますよね、三笘というチームは。まあ、前々節、セレッソ大阪には2対3と競り合いしましたけどもね、今はやはりその上位のチームとやっても自分たちのサッカーできるという自信が間違いなく持っていると思いますね、はい、島田が落としたボール、遠藤が行く、遠藤がシュートまで行けるか、ここは打てなかった。今ですね、はい、マイナスに戻そうと思ったんですけど、立ち足の方に当たってしまいましたね。前線を見て大久保落としてその周りに選手が欲しい。ボールを奪います。キルテオから縦、ここはオフサイド。上後残り時間が少なくなってきました。89分を経過しています。なんとか1点でも返しておきたいアビスパ福岡。今日平日の開催にもかかわらず受け付けたサポーターのためにも何か一心を見せて帰ってほしい、そういったところがありますが、小澤が上がっていく、左サイド上がっていく、グラウンダーのクロスは吉田が飛び出しています。頭を抱えています。ちょっと着地をするときに頭を打ったか。左サイドプレーが続いています。アビスパ福岡、岡本一旦工藤に預ける。工藤が前を向く。大山ちょっと下がった位置でボールを受けて一旦中島に預ける。中島からクロスが入る。大久保、大和田のクリア。西さん、はい、後半アディショナルタイムは3分です。この3分の間に一つでも結果を何とか残しておきたいアビスパなんですが、今日は若い選手交代枠使っています。なんとか一つの光を見たいところ。その大山絡んでいきます。岡本からのボール、大久保からもう一度大山、大久保から岡本を経由して大久保。しかし守備集中をなんとか破ろうとこう努力してますけどもね、しっかりと守っています水戸ホーリーホック。中盤ここを森がしっかりと体を入れてファールを誘います。でまた途中から入った選手も途中から入って役割を理解していましたね。そうですね、今も森選手相手がこう出てくるところをうまく体を入れましたよね、はい。まあ冷静に戦っているのは水戸ホーリーホックの選手が多いなって感じしますけどね。まあ、水戸の方は残り時間、まあ、アディショナルタイム3分ぐらいですかね、3分を切っているのかもわかりませんけど、とにかくその追加点を取るというよりもゼロに抑えるということが大事でしょうね、はい。逆にアビスパの方は なんとかもう1点を返すんだと、もうすぐ週末の試合があるわけですからね、長いボールは大和田が追いついて、大和田が縦にユテヨンがスルーしたボール、ちょっとここはボールをアビスパ奪って田中裕介に預ける。なんとか縦に持っていきたい。大久保落としたところ、ここには誰もいません。森が追いつきそうだ。そして今のような、その大久保選手高さがあるところにぶつけた時のその破り方っていうんですかね、はい、崩し方をもう少しやったのいいような気がしますね。その周りにどういった選手がいるか。いや、ほとんど今の大久保選手は、はい、まあ、7割8割方勝てると思うんですよね、そのボールを引き出してあげるというのが大事なことですね、はい。まあ、大久保がせっかく落としても割にないということは結構多いですよね。大事なのは、落としたのに反応するんじゃなくてですね、ボールのない選手がここへ来てくれというアクションを起こすということが大事なんですね。それに大久保が影響を持って落とすというところですね。そうですね、はい。さあ山形縦に出す、クロスが入れば面白い。ちょうど追いつけなかったか。ジャゴ選手おそらく足に来てるんですよ。先ほども中央でちょっと足をつってましたけども、はい、もう小田原から使ってますからね、まあ、本当にこうミッドウィーク開催ですから連戦の中で選手も厳しい体力的に状態の中で戦ってはいますが、何しろ5対0水戸ホーリーホック圧倒的にリードをしています。
アビスパとしては結局何もできずということになりました。試合終了のホイッスル。しかしこの5対0というスコアにもかかわらず倒れ込んだ大和田選手の姿というのが一つ今の水戸を象徴しているのかもしれません。その点差ではなくて勝つためにはやはりそのエネルギーを使わなければ勝てないんだということを、まあ、前節もそうだと思うんですけどね、その今キムテヨもその起き上がり方も相当疲れてるんだなというのが、ただ今日は本当に快勝ですね。前節苦労して、その1対0で勝ったのがこの5対0に私はつながっているような気がしますね。まあ、走り続けた水戸ホーリーホック、全く手を緩めることなく5対0の完勝と、まあ、選手 の、 この充実した表情、そしてこのキャプテンの山形の表情、でも好対象ですよね。